にちは、志村ゆきと申します。今日は大沢くんのお誘いで呼んでいただけて、すごく楽しい時間を過ごすことができました。私はですね、もともと心理学を5年間ぐらい専攻して研究していて、ちょっとミニドラを興味を持ったきっかけというのはですね、こうかっこよく言うと The potential applications of mini ドラ and self-figuring and support for emotional instability。 これちょっとかっこよく言ったんですけど、まあ、簡単に言うとメンヘラ支援ロボットとしての感じで、ミニドラにすごく感じています。で、私はですね、もともとすごくまあ、メンヘラで、簡単に言うとメンヘラで、まあ、生きづらい人生を歩んできたということなんですね。で、メンヘラがなぜ問題かということをちょっとここで言及したいと思うんですけど、そのようにですね、心に欠けている部分があるので、こういろんな人とのですね、関係性を消費して自分の心を埋めるので、まあ、簡単に言うとドラキュラのようなことになっております。そして、まあ単純に言うと早く人間になりたい、自分の人生を歩みたいという気持ちがすごく強い、というのが私の、まあ、モチベーションです。で、まあ、このミニドラを使うことによってですね、ぐんぐんとミニドラから心の欠けている部分を埋めることができるのではないか、そして最終的には他人とこうちゃんとした思いやりであったり、こう対等な人間関係を築けるのではないかという仮説のもとに、今回はミニドラの勉強会に参加させていただきました。私はハードハンだったので、川崎先生のもとでハンド付けをたくさん手伝わせてもらったんですけども、その間にいろんな方とお話しして、どのような研究が今されていて、なんかどういうふうにコラボできるのかなということを考えていました。で、ポテンシャルとして私が今すごく興味があるのは、まずそのドラえもん、ミニドラを使って、その、まあ、アイボとかありますけど、こう日常生活でこうなんか一緒に過ごせる家族、ペットというよりも家族と私は思ってるんですけど、のように過ごせるポテンシャルであったり、実際こう何かしらのテクスチャーを与えることでこう手を握る、ヒューマンタッチってすごく心理学でも強い自立支援のファクターだというふうに言われているので、こうなんかミニドラと触れ合うことで心が癒されるみたいなアプリケーションであったり、またチャットボットの研究されている松森さんと少しお話されたりしたんですけど、もう少しこう何かミニドラと対話をするようなことで、寂しい夜も一人で大丈夫、そんなに好きでもない男性にメールをして心の隙間を埋めないといったようなことが結構考えられるのではないか、結構誇張してるので、私と普通に友達になります、すいません、ダイエットみたいになってるので全然ちょっと今日はエンターテインメント予想で、最後最近ちょっと流行ってるアニ文字、こう自分の顔がこうシンクしてこう会話、なんだろうな、こうアニメ顔で人にメッセージを送れるみたいなやつがあるんですけど、それの、まあ、ミニドラ版であったり、結構これ黙々と一人で会話できたんですよね、こう自分と自分の狐みたいな。だからこうミニドラを使って、まあ、独り言じゃないけど一人でこう対話をしてても楽しいみたいなことが、特に子供とかに感じてもらえたら面白いのではないかなと思ったり、いろいろ興味深い妄想を展開できる3日間となりました。お世話になりました。ありがとうございました。